トリックスターバックヤードトーク。いよいよ10月に入りました。もうシーズンも間近ですね。さて今日はビンリンゴ1個ちゃんと紹介したいと思いますね。じゃじゃん、皆さんこれ知ってますか？ユニオンのウルトラです。何せ軽いんですね。この軽いビンディング、いろいろ特徴ちゃんと説明しましょうね。まずフォージドカーボンって書いてありますよね。フォージドカーボン、これ全く意味わかんないと思うんですよ。フォージドって鍛造ってよく言うんですけど、鍛造って意味すらわかんないですよね。鍛造に対して鋳造っていうことがあるんですけど、鍛造と鋳造、鋳造っていうのはよくアルミとかでダイキャストとかあるじゃないですか。キャスティングっていうのが鋳造なんですけど、鍛造っていうのはこうやって金型があって、金型にカーボンの素材を置いて思いっきり圧力をかけるんですよ。思いっきり圧力をかけて分子を壊さない、圧力をかけて形を作って、熱と圧力をかけて形を作って、そのまま冷やして形にすることをフォージと鍛造っていうんですね。これはすごく硬いんです。ものが硬い、硬度が硬いってことです。強度じゃないです、硬度です。硬度と強度って違うんですよ。硬度っていうのは力をかけて変形しないことを硬度って言うんです。強度っていうのは力をかけて壊れないことを強度って言う。強度が強いって壊れないことです。硬度っていうのは変形しないことなんです。だからフォージドカーボンっていうのはすごく軽くてすごく硬度が硬いんです。変形しないんです。だからビンディングにすごい優れてるんですよね。軽くて変形しないですね。力をかけても変形しないから体重が乗っかるって意味なんですよ。それでこのラチェット、ラチェットは他のラチェットと違ってこれはマグネシウムを使ってるんですね。マグネシウムもなかなか分かんないと思うんですけど、マグネシウムっていうのはアルミのほとんど半分の重さ。それでこれなかなか作れないんですけど、マグネシウムっていうのは粉の状態で置いとくと、粉の状態で高い温度で置いとくと、水にバッとつけるとそれが水素が発生して爆発したんですね。だから普通のマグネシウムっていうのは一番軽くて一番硬い金属ですよね。使える金属として、それを使ってんのがこのウルトラなんです。そしてセンタープレートのここのディスクのところですね。これミニディスク。それでここの部分、ここの部分が全体の 5% 5% しか実際にはビンディングにつかないんですね。ビンディングにつかないってことはこの 5% しかこの接点がないんで、こうやって自由に動くんですよ。自由に動くて、なおかつここがバポライトクッシュって言って、バポライトは低温、温度が低いというかスノーボードしてる時、この温度が低い時でも反発吸収性が衰えない EVA の素材なんですね。これを使って 5% でガツンと止めて、フォージドカーボンでガツンときて、このマグネシウムのこのビンディングが軽くて、このストラップは見ます、このストラップ見ます見ます、これがフォーマーエリートのアンクルストラップって言って、トラビス・ライスが設計したストラップ、すごい薄いんですね。でこのトゥーストラップは、これはヘックスグリップトゥーストラップ、これもやっぱあのトラビス・ライスが設計したやつですね。で軽いんですよ。この軽さ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 、そして 5%、 この融合がユニオンなの、ユニオンのこのウルトラなんですよ。使ってみると分かるんですけど、こうやって動いた状態からこれ以上はもう動かなくて、ハイバックがガツンと押してくれて、変形しないカーボンのこのハイバックでしっかりとエッジを押し込むという。何せ軽い、何せ軽い、これがユニオンのウルトラです。高いだけの意味はあります。使う機会なかなかないと思うんですけど、使える人はぜひとも一回使ってみてください。本当に満足すると思います。ユニオンのウルトラよろしくお願いします。